特別攻撃隊第104新部隊、宮川三郎少尉、ホタルになって帰ります。知覧特攻基地、鹿児島県南九州市。これは特攻で散ったある若者と、鹿児島の知覧、特攻の母との悲しく切ないお話である。宮川少尉は新潟県出身の19歳。昭和20年5月、特攻の命を受け鹿児島へ。その後、万世基地を経て知覧基地へ転身した。そして軍指定の食堂富谷食堂の主人で、後に特攻の母と言われる鳥浜とめさんと出撃直前まで交流を深めている。ここから宮川少尉の逸話について、時計の針を戻し、当時に近い鹿児島弁で私の感想を述べたい。宮川少尉な新潟生まれん。つらいの白かよかにせちゃったちゅわれちょいもす。終戦の3ヶ月前知覧席やったたっどん。そう前はないがぐらひかじんな。知覧からちいっとばっかり離れちょ、万世飛行場から一度出家しちょいやったどん。故障でひんもどきって、そういうわぜえ悩んじょふじゃったち。声はぐらひかどん、ふと我がじゃればちかんぐっとな。都市天消しまんじすんだち、内心安堵してしもたど大地思います。じゃどん、宮川少尉はちご。生への未練を克服されちゃうようにすら感じます。そいどん、今頃は、特攻で戻きたしゃ、生き残いじゃち。言われたいしたつで、そいがまたぐらひかはないごあんさ。どうで、しゅげすまんばんの花いはゆう知られちょったどん。偶然にも今日は、まっぽし、宮川少尉誕生日じゃったち。一根体で仲良か単位と二人で、とめさんの書道席やったたち。とめさんな、ゆくさを採じゃしたーち。手料理で家をせっくれたたち。孫とんの花やったどんな、今二人が止めさーに何ちたち思いけな。二人はな、酔いな子はすしゅげじゃちて、明るくほがらかじゃったち。子はおいどたにはまねでけん、ほんのこんの強さじゃち思います。そして二人が、どら、戻いけ、しとじゃったち。宮川少尉が、おいたち明日も戻っくでな。恋と一緒きほたりな末戻っくで。とは、あけちょっくいやいな、ち。かまえいたわけでんなか。冗談のご何気なく言いやったち。おは、こんことはにいもなしもとな。そして、こんはとついに、しゅけとじの花やったどんな。夕方黒泣きた頃。一緒き手芸しあったそんなかんよか隊員ばっかいしょどうせ帰ってやったたち。宮川少尉と出会ったたっどん。今日は在家視界不良で、保管しと買い物だけん手前で戻きたちっせ。じゃどん、宮川少尉は、うにゃ、おいはいいと、わいだ戻れーち。手合図をしっせ、そんまま一種もたち。聞きせま見ぶるすような花やどん。宮川少尉恋までん悔しか思いと、覚悟を決めた男ちか、ないかわかっ気がしもんどな。
そして、こっからがな、映画化もされた有名な花井ご安どん。その日、夜も更けきた頃な、書道でな他の特攻隊員氏がゆっくり翌朝やったち。そしたらな、開けちょったとんとこいから、ふっとかホタルが静かに息せ。ホタルじゃ、もどきやったどっち。一度そうもひったまがったとだいな。こげん不思議な花絵があったんな。書道によったしみんなで、同金桜をうとてみやがわしょうよ迎えやったち。同金桜をうとて。新潟県小千谷市の農家で生まれ育った宮川少尉。県立長岡工業高校を首席で卒業している。頭脳明晰で運動神経も抜群、さらに容姿端麗であったことから、地元の村では大変目立った存在であった。高校卒業後は飛行機会社で飛行機の設計に携わりつつ、慶応大学と早稲田大学を受験し、両方とも合格している。しかし、かねてから戦闘機パイロットになりたいと思っていた宮川少尉。夢を捨てきれず、航空機搭乗員養成所に入所した。その後、戦局は悪化。学徒出陣により、戦線へ動員されることになる。さらには特攻隊に自ら志願するのである。